皆さんこんにちは、リュナリサのリュナです。はい、今日なんですけど、リルちゃんにドッキリをかけるためにちょっとね、仕事早めに抜け出して帰ってきてカメラをね、設置してるんですけど、今日行うドッキリは、もし旦那が退職祝いもらえずに自分で買って帰ってきていたら嫁はどんな反応するのか。はい、というわけでちょっと仕事辞めるのは本当なんですけど、リルちゃんには今日最終出社日と伝えてあります。実際は、来週が最終の出社日なんですけど、まあ、そんな感じで今日はリリちゃんにドッキリを仕掛けていっちゃいたいと思います。で、リリちゃんは今事務所に、行っていて、その間はチャンスだと思って今ね、カメラをね、仕掛けにちょっと早めに帰ってきたんですよ。で、僕はそのリリちゃん帰ってくるまでの間にね、いろいろと自分への退職祝いとかね、買いに行って、で、それでも時間が余ったらちょっとカフェでね、リリちゃん帰ってくるのを待っていきたいと思います。まあさ、自分で退職祝い買うやついる？なんかこの間のさ、公演の動画もそうだけど、自分で演じててめっちゃ惨めになるわ。なんかね、自分リアルな感じするんよ。まあ、だからなんかこそリアルな演技ができるのかなみたいな思うんだけど、まあ、ちょっとその悲しみも背負いつつ、今日はリリちゃんの反応を見ていきたいと思います。まあそんな感じで、ちょっと今からね、あんま時間もないんで、退職祝いを自分に買いに行きたいと思います。じゃあ行ってきます。ドイツ食べようか。パパには内緒だよ。おまわり、待てよ。ママまだちょっと編集残ってるから、ちょっと待って。はい、ちょっと暗くて分かりづらいと思うんですけど、リリちゃんから帰ってきたって連絡が来たので、今からお家帰りたいと思います。それじゃあちょっと戻ります。ただいま。あ、お帰り。お疲れ様。お疲れ、お疲れ。お疲れ様でした。ありがとう。どうでした？いや、よかったよ。よかった。え？帰り早くない？今日。うん。あれ、送別会行くって言ってなかった？まだ早いよ。いや、なくなったんだよね。そうそうそう。今日はなくなったって言った方がいいか。あ、そうだ。そう。また別日言えるらしい。あ、そうだ。うん。なんかコロコロな。今時？今時言ってんの、いや、古臭い会社やったんだ。心配性ない。やっとだね。まあ、やっとだ、ね。解放？どういう気持ち？どんな気持ち？いや、ちょっとね、あれだよ。何？悲しみがあるよ。ちょっと寂しい？ちょっと寂しいよな、やめるってなるかな。マルチブルーって感じ。うん。結婚するの？まあ、そんなことよりも。何？お祝いもらって。そう、かわいい。あー、ちょっと鼻が枯れる。かわいいさ。え、かわいいじゃん。めっちゃ可愛くない？めっちゃいい匂い。すごいでしょ。なんかこれ会社の人が選んでくれたっぽくて。あ、そうなの。そう、センスある。そうで、これスイートピーなんだけど、うん、なんか花言葉で、うん、門出っていう英語ね。え、洒落てるじゃん。洒落てね、めっちゃ。あれ、会社の人たち王子だらけやんな。そうだよ。おじ、洒落てる。洒落てる。変な若い子よりもやっぱ花とか知ってんの。すごいね。倒すのあれだから一回これ入れる、うん、入れて。え、なんだこれ。何でしょう。お花のレシート。あれ、レアさん会社じゃん。うん。なんで家の近くなんだろう。ご近所さんいたっけ、会社に。いや、いない。いない、うん、なんで、うん、レシート入ってた、うん、本当だ。誰だよな、まったく。やめてくれよな。なんなの、レシート入れるプレゼントで。やってるわな。見ちゃった。やって、見ちゃったよ。気まじい。わざわざ家の近くに買いに来てる。なんでだ。なんでこれは？
あー、これなんか一番仲良かった同僚がくれたんだよね。へぇ、For you。 For you。 かわいい。これ開けていい？あ、ちょっと手洗ってくる。あ、洗ってなかった。洗ってなかった、それ。じゃあ洗ってくる、開けといて。あれ、ね、リュナ、え、これもレシート入ってたんだけど、なんで同じとこなん？お花と同じとこじゃない？これも家の近く。え、おかしくない？だって職場と全然違くない？線とかさ、うん、え、りゅうさん自分で買ってきた？え、自分のご褒美？お、タオル、タオルもらったの、うん、よかったじゃん、うちの家のタオル、カメカメだから。実はね、今日、最終出社日だったじゃん、けどもみんな普通に仕事してて、なんか俺が最終出社日っていう感じじゃなかったんだよ、とか。なんか前辞めてった人とかの時はさ、そう、そういう最終日だからっていうので終わった後ね、飲み行こうとかっていうのも言ってて、もちろんさ、今日俺もそれあると思ってたから予定も空けといたんだけど、誰からも声かかんなかったんだよ。でも、まあ、お花とかお祝いしてもらったんやろ、うん、で、後日って言ったじゃん、さっき。いや、嘘。え、全部嘘。全部嘘。全部自分で買ってきて、これだって。ベッタール、家なかったでしょ。使って。お花も自分で買った。誰からも祝われないから自分で買った。自分で、自分に数で。うん。店員に花言葉も聞いて。そうだったの？何も言われなかったの？うん、普通にお疲れ様って最後帰ってきた。え、いつも通り？いつも通り、お疲れ様ですって。みんな忘れ、伝えたのね。うん、伝えたよ。しかもさ、先週、うん、なんかその新入社員入ったからって懇親会あったんよ、うんうん、それ俺呼ばれてなかったからね。意味わかんない。じゃあ本当に呼ばれてなかったの、うん、っていうかさ、懇親会はさ普通にやってさ、俺のさ送別会しないのなんでなんだろう。なんか俺しっかり嫌われてんのかな。嫌われるようなことした？してないよ。本当にさ、俺の4年間なんだったの。頑張ってきたんだよ。頑張ってたな。そう、めっちゃ早いに出てさ、頑張ってたよな。手殴ってさ、やってさ。でもさ、なんかこういう時にさ、そういう態度取るってことはさ、それまでの、それまでの人たちってことなの。だからもういいんじゃん。辞めたんだからもう会わないやろ。いや、けど寂しい。なんでリサとルイちゃん、これで YouTube 一本本気でこうやれるからよかったじゃん。腑に落ちない。なんか終わり方が悪すぎるっていうか、切ない。切ないでしょ。いっぱいあるからいっぱい泣け。もう嫌いもんだもん。え、今日じゃあリサが送別会したる。送別会しよう。逆にしんどいから。二人でそう、これ真ん中に。あ、そか、これリュウさんが感じる。センスいいね。ごめんね。なんで？意地張っちゃって。匂いよね。こんななんかさ、うん、人脈もなくてさ、うん、情けない旦那嫌でしょ。なんで情けない。いや、でも頑張ってきた事実は変わらないじゃん。頑張ってたのリュウさん見てたし、知ってるし、うん、で、それ評価もされてきてたじゃん。でも辞める選択したのも自分だし、こっちの道に行くわけでしょ。なんちこむなよ。いや、だって頑張ってきたんだもん。待って、泣くの？なんか
ってきたのに、だって結局自分に買ってさ帰ってきたら恨みすぎるから。え、自分へのご褒美ってあるじゃん。な落ち着けな。まあ元気出せよな。出ないよ。自分なの。チャンネル登録待ってるよ。大丈夫。みーちゃんは好きだ。なんで？なんで？嘘だろ！嘘だろ！何でした？びっくりした。何？嘘です。ドッキリです、これ。何ですか？え？え？あ、じゃあ何？ちゃんともらってきた？じゃあそっちじゃなくて、え？そもそも今日退職日ってリリちゃんに伝えてあったんですけど、実際は来週が退職日になりまーす。だからまだ仕事辞めてないの。仕事辞めてないから。ただの日？ただの日。え？ただの日でリリちゃんにもし旦那が退職祝いもらえずに自分で買って帰ってきたら、リリちゃんどんな反応するのかなっていうのを撮ってました。マジの助のマジです。チャンネル登録よろしくね。え、でもじゃあもしかしたら来週同じ感じになるかもしれない。いや、なんで。いや、俺さ、本当に言霊信じてるから、マジそれやめて。ほんまにやめて。ちょっとかわいそうだったけどさ、でもちょっと面白くて。いやいや、なんかもうちょっと励ませよ。笑ってんじゃねえよ。ごめんな。もうちょっと励ましてほしい。笑っちゃった。え、レシート入れてたのは？あ、わざと。あ、わざとな。当然わざとですよ。あ、そういうこと？当然わざと。はい、というわけで今日の動画は以上になります。この動画が良かったな、面白かったな、仕事辞めても頑張ってねと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもたくさん書いてくれたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。